カール・ミカエル・ルスティグは、スウェーデン・ウメオ出身の同国代表のサッカー選手。初期ユース時代は4部を戦う地元のサンドエーカーンズ、SK で2年過ごし、2004年に3部のウメオ FC へ移籍した。スンツバル2005年8月1日に一部の GIF、スンツバルへ引き抜かれ、8試合に得点を記録。同シーズンに、クラブは2部降格が決定したため、 翌シーズンから2年を2部で過ごすことになり、その間にリーグ戦57試合、公式戦を含め61試合に出場した。2008年に一部へ復帰すると UEFA ユーロ2008のためリーグが一旦、中断するまでの間の全11試合全べてに出場し、レギュラーであり続けた。同年7月に同胞のエリック・ハムレーン監督率いるノルウェー一部の 名門ローゼンボリ BK と遺跡金800万、スウェーデンクローナ、3年半の契約を締結し、この遺跡は、イングランド一部のフラム FC へ去った、フレドリック・ストールの後釜として見られている。ローゼンボリ・ローゼンボリでは、加入して、すぐさま定位置を勝ち取り、翌年には、リーグ優勝のタイトルを獲得。3年目の2010年は、ニルス・アルネーゲン監督の下でクラブは、 リーグ2連覇を達成。4年目では、ラデプリカ、ムシャガバケンが,がジョンチ・ブイケ、ジム・ラルセン、モルテンモルスクレットに次ぐクラブ内6位となる5得点を記録し、ヤン・ヨンソン監督体制下でも同様にレギュラーとして起用されていたが、クラブは3位でシーズンを終えた。4シーズン在籍後の2011年11月にクラブを退団し、 その際にスコティッシュプレミアリーグのセルティック FC、プレミアリーグのフラム FC、リーガエスパニオーラの RCD エスパニオールと欧州のクラブから関心を寄せられた。セルティック2011年11月13日にセルティックとの事前契約締結の発表がされ、2012年1月1日に正式に入団した。様々なクラブから興味を持たれていたものの、 最終的にセルティックを選んだ理由は、同クラブのレジェンドにして、スウェーデン代表のレジェンドでもあるヘンリク・ラーショーの言葉に心を動かされたからだったと語っている。3月3日のアバディーン FC 戦で遺跡後初出場をし、9月1日のハイバーニアン FC 戦で遺跡後初得点を挙げた。同試合で2得点目も挙げたかに思われたが、後にオンゴールとして記録された。 ヘント2019年6月21日、カーヘントへ完全一席。アイク2020年8月25日、母国スウェーデンのアイク、ソルナにフリーで加入。ハンスリンド・ボム監督率いる U-18、代表を経て、2006年のシーズン中に行われた UEFAU-21 欧州選手権2009予選で、トミー・セデベリ監督率いる U-21、 代表デビュー。以降を定期的に招集され、2009年5月下旬には、セデベリ監督とヨルゲン・ランナルトソン監督のもと、自国で開催される U-21 欧州選手権本大会のメンバーにも選出された。本大会でも、レギュラーとして出場し、チームは準決勝に進出するも U-21 イングランド相手に、PK 戦の末に敗れた。 U-21 では合計21試合に出場し、副首相に任命されていた。2008年1月にラーシュラー・アゲルベック監督率いる A 代表に初招集され、19日のアメリカ戦で初出場を記録。2011年3月29日に UEFA、ユーロ2012予選のモルドバ戦で初得点を記録。 2012年10月16日に 2014FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選のドイツ戦で通算2得点目を記録。同試合は0から4と大差をつけられていたが、残り30分で4得点を返し引き分けに持ち込んでいる。ありがとうございます。